日本埼玉県埼玉市南区、大田久保日本埼玉県埼玉市緑区、大田久保ふと田久保は埼玉県埼玉市南区及び緑区の町名。現行行政地名は大田久保1丁目から5丁目及び大技大田久保。2.4、5丁目及び大技が南区、1.3丁目が緑区に属する。大技を除く町定は住居表示実施地区。 郵便番号は、南区が336-001号、緑区が336-0936。埼玉県埼玉市南区及び、緑区にまたがる東江門川に沿って北西から南東に長い区域を有する。地区は大宮第一条に位置する。中央南北に埼玉県道35号川口上げ尾線が通っている。住居表示は大田区母1から5丁目まであるが、 南区内にはまだ住居表示未施行の大座、大田久保となっている地区もある。延症寺地区を越えた飛び地もある。住居表示が実施されているところは、ほとんど住宅地に整備されている。大座部分を含む全域が市街各域に指定されている。大座部分には、生産緑地地区も見られる。埼玉市南区大谷口、大谷城、延症寺、埼玉市浦和熊江地。 元と埼玉市緑区、原山、川口椎狩、柳崎、芝と隣接する。明治初年の小技は、再度組、大財家、諏訪入り、本村、全米南、全米北、新田、不動入り、大島、下組、全高地。住宅地の地価は、2019年1月1日の工事地価によれば、大田区母3丁目にの16の地点で23万5千円。 平方メートルとなっている。もともと、大田久保村であったが、江戸時代の天保8年開催目録に大館が、村名を書く際、書き誤り、それ以降大田久保と村名が変わって、現在に至るまで地名が訂正されることなく、使用されている。大田久保の語源は、大ララぼっち伝説に由来し、大ララぼっちの足跡であると言われている。 元は江戸期より存在した武蔵国足達郡木崎領に属する大田久保村、古くは戦国期より見出せる足達郡のうちの大大久保であった。大田久保は古くは大田久保、大大久保とも書かれた。村高は昭法年間の武蔵国伝園坊では483国余り、元禄号町では645国余りであった。スケ号は 中仙道浦和塾に出役していた。村の規模は東西37町、南北5町で、火星期の世帯数は130件であった。大谷口村に飛び地を漁していた。旧浦和市の中央からやや東側に位置している。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 最寄り駅は、東北本線浦和駅、京浜東北、武蔵野線南浦和駅など、地域によって違う。隣接する大谷口に、武蔵野線の新駅を開設する計画がある。浦和駅発着バス路線南浦和駅、発着バス路線。ありがとうございます。